先日動画にこんなコメントが来ていました。声が好きすぎるので長尺動画作ってください。このチャンネルはエイペックスレジェンズのショート専門チャンネルです。なので当初はもちろん長尺動画を作るつもりはありませんでした。ですが私はこのコメントの続きを見てその考えを改めました。金玉食いますよ。これは男性としての危機です。男性しか愛せない男性にとって最大の危機です。確かに私の金玉は天ぷらにしても唐揚げにしてもあまりにも美味しいと言えるほどの金玉です。なぜ熱く金玉について語るのかということはこの動画の最後でわかることでしょう。話は変わりますが私の本業はゆっくり実況です。なぜかこのチャンネルの方はゆっくり実況のチャンネルよりチャンネル登録者が大幅に多いですが明確にゆっくり実況者です。したがってこのような動画は一切作ったことがありません。なので言われる前に先に申し上げておきます。他の実況者様の動画をパクります。あ、なんか見たことある形式の動画だなと思われたあなたの感覚は正しいです。ですがどうかコメント欄にロッさんやラッさんのお名前を出さないようにお願いいたします。それでは本編です。シーズン19ランク最強の理不尽点内部レートマッチング。シーズン19に入るにあたりパッチノートにこんな記載がありました。振り分けマッチ終了時に適正ランクから 1.5 ティア下がった位置になるようにランクが決まりますというものでした。シーズン18終了時点での私のランクはダイヤ2です。したがってそれに順次でランクが決定されるのであれば私のランクはプラチナ4になるはずです。認定戦終了後真っ先に自分のランクを確認しました。シルバー1でした。7000時間プレイしていてもお前の実力はその程度だと言われたような心地です。逆によく考えれば慢心せず初心に帰って頑張ってくださいという運営の応援なのかもしれません。ここである映像をご覧いただきましょう。ブロークンムーンのランクマッチでよくあるタイプの家になぜかシールドバッテリーが大量にばらまかれている状態。バッチリ排除されてました。この場所は自分のショーツ動画に投稿するために何度も排除した場所です。したがってこの排除をカンパするのは非常に容易でした。人数有利こそ作れたものの持ち前の還暦エイムショットガンが炸裂してダウンはしますがなんとか味方が取り切って勝利。とてもいい動きをするレースだなと思っていましたが実はこの方リドルの競技勢の方でした。後ほど分かったところによると競技勢3人でフルパーティーを組んだ状態でマッチングしたが1人が落ちてしまったためにデュオでプレイされていたとのことでした。運営さん、私シルバー1です。あなた方が主張するシステムで考えたらプラチナ3適正です。シーズン19ではプラチナ3適正プレイヤーがソロでプレイするとなんと競技勢3人とマッチングするという結果になってしまいました。これが偶然であればまだ良かったのですが、その他の20試合ほどプレデターに引き殺される始末。とてもじゃありませんが、適正なマッチングとは言えません。右上に表示されているマークは一体何なのか、ぜひとも小1時間にわたり運営の方々にはご説明いただきたい次第です。シーズン19ランク最悪の解約点、昇格試練。シーズン19ランクでは新しい要素が一つ追加されました。それが昇格試練です。あの TSM のインペリアルハル選手でさえこのシステムはいいねと絶賛したシステムです。シルバー1のポイントもマックスになり、ゴールド4に上がるための昇格試練を受けました。26連敗しました。パーティーが組みやすいプロプレイヤーや比較的時間に余裕がある学生はまだいいでしょう。ですが隙間時間でプレイしているサラリーマンの方々にとってはどうでしょう。やる気を出してソロでプレイしてもプレデターフルパに引き殺されるんですよ。これには運営のソロボッチャプレイするなという強い意志が感じられます。この動画を編集中にこんなコメントが来ていました。今回のランクマッチのシステム面においてもそうですが、すっかり弱くなってしまったバルキリーのウルトの弱体化でさえ ALGS 基準です。何もかもがプロ基準で進められていくエイペックスレジェンズのアップデート、本当にこれでいいんでしょうか。シーズン19ランク最大の懸念点、運営の金玉が危ない。今のエイペックスレジェンズでは3歩進んで10歩下がるということが繰り返されています。非常に残念なことに過去最悪を更新し続けているということをおっしゃっている方はかなり多いです。その昔当時付き合っていた彼氏にこう言われたことがありました。お前の金玉昆布の味がする。そう言われた次の日には鰹節の味がしていたそうです。その味は日々刻々と変化していきました。味わえば味わうほど味わい深い私の金玉ですが、和風だしが苦手な人も中にはいることでしょう。イタリアのブロードやフランスのブイヨンといったようなだしを取り入れることも重要なのです。また一方の意見に偏るべきではない。私はそのことを金玉から学びました。そしていろんな味を出せるようになるためには進化を続けなければならないということも金玉は教えてくれたのです。エイペックスレジェンズにはどこまで味わっても飽きない金玉でいてほしい。この動画の冒頭に金玉について語ったのにはそういった熱い思いがありました。
シーズン20では楽しいランクマッチが実現することを私たちは期待しています。本当は10分強の動画にするつもりでしたが、金玉と言い過ぎたのでこの辺で締めたいと思います。無事この動画の収益化が通ることを願っています。ご視聴ありがとうございました。